ャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、はい、これあの一日で撮るから、はい、どんだけざわついてるかがわからないまま撮っていくっていうのも、はい、すごいどうなんやろって思いながら喋りますよね。昨日の反応を見てからとかできないですからね。はい、はい、それだとそれを見ながら、ああこんな感じ、じゃあもうちょっとこれぐらい行った方がいいかなとかって思えるんですけど、はい、何もわかんないから暗闇の中、うん、全力で走ってる感じです。確かに。その方が、まあ、ファンの方の意見とか聞かずに、うんうん、どこにも忖度なしで自分の意見をさらっと言えるじゃないですか。そうですね、確かにね、はい、まあ、それ見たとしても選手の挙げる名前は変わんないですけどね。おーおーおー、そうですか、はあ、だって別に僕が勝手に言ってるだけですもん、はい、個人的な見解です、はい、それを逆にっすよ、はい、真に受けてたら、はい、逆に怖いっすこっちが。え、そんな影響力ありますっていう。いや、意外とあるんですよ。そんなあるんすか。だってネットニュースになってもっと拡散されちゃったりするわけですからね。 でももうネットニュースを上げちゃやーよっつってるんで、はい、まあ、それはちょっと記者の方にちゃんとあのそれ聞いていただいて、うん、はい、まあまあまあ、でも佐藤さんは影響力ありますからね。でもね、一時ね、はい、亡くなってたんですよ。お、ニュースになるんですか。はい、はい、言ってて、はい、で、ダルビッシュのやつとかもダルビッシュが言って、はい、それ亡くなってたんですけど、はい、まず最近ね、はい、ちょこちょこ出てきてますよ、また。あ、ちょっと時間あげたらいいと思ってるんですかね。そうそうそう、時間差攻撃で来てるんですけど、はい、あの連絡してくださいね。連絡すれば OK ってことですね。全然全然、はい、全然、はい、で、新たにプラスして喋りますよって、ね、もちろんもちろんもちろん、はい、で、取材料くれればいいだけの話とか、簡単な話ですから。そうですね、別に、しかも取材料なんて超安いじゃないですか、はい、簡単ですから、はい、本当にね。じゃあまあね、こう道筋レイを通してやっていきましょうっていう、はい、そうです、そうです、はい、ということで、じゃあ今日はソフトバンク中日ですね。はい、はあ、漏らした4球団ですね。はい、2回ですか。あと2回ソフトバンクいきますか。はい、はい、じゃあソフトバンクは、はい、ソフトバンクホークス、トレードした方がいいんじゃないの選手、マサゴ選手です。おー、はあ、右板って言われてるんですよ。はい、あの柳田選手が左だから、うん、右板って言われてるんですけど、はい、パンチ力もあって、うん、足も速いらしいんですよ。え、結構シーズン出てるイメージあるんですけどね、私は。いや、そんなっすよ。そんなか、はい、だからまあ、あ、そうか、去年もでも12試合なのか。そうなんですよ。で、しかもね、うん、バレンティン取ってきました、はい、で、日本人選手登録です、うん、で、外野、はい、で、去年のドラフト1位、うん、佐藤選手、はい、外野、うん、リチャード、はい、同じホームランタイプのリチャードが試合が登録されました、うん、はい、うん、鎌本選手とか、ね、出てましたね。あと柳町選手だったりとか、はい、あールーキーので、上林、うわ、層が厚い、で、長谷川、中村晃、はい、っていうレギュラーどころ、うん、で、はい、ギータ、うん、もういる中で、いや、ちょっと外野厚すぎますね。やっぱちょっと出場枠がない、ない、うん、機会が、やっぱりその選手に能力があったとしてもソフトバンクだから出られないっていう選手って、ね、結構いると思うんですよね、これだけ層が厚いと。でもそこにそのマサゴに期待してたところには、うん、多分リチャードが入ってきてるんですよ、はい、だからもうその次とか、うん、次の次ぐらいの立ち位置になってるんで、はい、多分このままソフトバンクにいてもちょっと出場機会にも恵まれないし、うん、はい、期待値も下がってきてるし、うん、きついかなっていう、はい、あ、まあ確かにそうですね。でもね、うん、まだ今年6なわけでしょ、はい、で、全身が鋼のような身体能力っていう、はー、だって 50m 走、はい、6秒1、遠投 105m、背筋力 220kg です。おー、すごい。高校通算52本塁打ですよ。考えたときに、まだ取る欲しいとこあるんちゃうかって。いや、本当に右のギータになってくれたら、すごい活躍ぶりになると思いますよ。だから外野で、はい、っていうところで足りないところ、うん、チームに、はい、うん、いい今売り出し、もういい、しかも安い、あ、620万円、あ、だからトレードとしては安いです。すごい、本当ですね。で、まあ年齢も今年26ってなるとまだまだいける年齢なので、はい、そうです、そうです。でもこれも本当にだろうね、はい、本当にもう落ちていくだけなんで、はい、あ、これはぜひとも出してほしいと思っちゃうんですね。トレードいいでしょ。いいです。あ、すごいちょうどいいかも。どこがチームどこが。遠いです。外野。外野で右、はい、阪神とか。あいいんちゃうかな。あとは
外野で右で、そうはな、結構いるチーム結構いますからね。広島とかでも面白いかもわかんないですよね。あセリーグでは代打要員とかもいるんで、はい、あそうかそうか、ああ代打としても面白いかもわかんないし、選手はセリーグの方が出られますしね。そうそうそう、うん、そういうこと。ジャイアンツ、あ若い人たちで、はい、っていうところもあるし、うんうん、DeNA、はい、筒子を抜けて、はい、まあ、細川とかもまあいますけどね、はい、結構右の大砲ってあんまりいないじゃないですか。いやそうなんですよね。だからしかもそのトレードって基本年俸同額にする必要があるんですよ、うん、はい、だ足りなかったら金銭つけるとか、はい、まあ、1対2にするとか、あそう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 、はい、年俸で比較合わせて釣り合わせるようにするんで、はい、だからあのロッテでいうとね、うん、その涌井のトレード発表されましたけど、涌井、はい、が2億円なんで、はい、その見合う人たちがいないから金銭とかになるんですよ。ああなるほど。そうか、だと真砂選手ともう一人と二人で誰かとかもあるし、真砂選手と相手もそのだからあ のソフトバンクと広島がトレードした、はい、あの三馬選手と曽根選手とかもね、はい、そういう年俸が安い人同士もトレードとかだったりするんで、はい、そういった面でもそういうランクでトレードしても面白いかもですね。ああなるほど、はい、いや、この真砂選手はこう、まあ、見てるといいなって思いますね。いいでしょ。欲しいとこありそうです。ありそうでしょ、はい、これね、どうで、まあ、どうですかって言い方もおかしいですけどねソフトバンクファンは、ね、まあ、どうお考えになるのか、はい、そう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 、うん、でもまあチャンスがね、あった方がいいんで、はい、うんうん、そういったところでね、はい、じゃあ次は中日ですか、はい、中日、中日はですね、はい、大野選手です。おー、大野って言ってもどっちが大野なんだいって思ってる中日ファンの皆さんいると思いますけど、うん、あのこっちです、うん、大野雄大じゃないです、はい、ノイズの話してるんで、はい、そんな選手、いやそこ出せないですよね。そこ大野翔太っす、はい、大野翔太選手の方ですね、はい、だからあの、まあ、日本ハムからね、はい、FA 移籍で中日に来ましたけど、はい、試合もね、はい、ドラフトで郡司選手、うん、はい、取ったりとか、ね、まあ、昨年だった加藤選手とか、うん、そういった面でちょっと若手にシフトチェンジをしていってる感もあるし、はい、あのもし3月20日に始まってたらひょっとしたら郡司開幕スタメンあったんじゃないのかっていうところも、はい、あの考えられるんで、郡司、うん、選手すごい期待されてますもんね。で昨年も34試合いや、ね、だから中日に来てから63試合34試合と、うん、一気に試合数が減ってますし打率も2割打ってないんで、はい、うん、でもう33でしょ、はい、今年33、はい、1月誕生日で33になったばっかり、なったばっかか、はい、でも2018年から3年契約、うん、今年がその3年契約の3年目ですね。あ、そういうことか、はい、あ、その契約が終わればトレードっていうのも可能にはなるわけですね。まあでも終わらなくても、うん、あの可能は可能ですね。あ、そうなんですか。はい、だからその本人の了解が得たりとか、はい、そのお金の面でクリアできれば、うんうん、それは別に可能です。あ、そうなんですか、はい、でも FA で来てからトレードっていうことって今まであったんですかね。それはどうかな、あったのかな。いや、あ、でも涌井がトレード来て、ね、FA で来てトレードですか。あ、金銭トレードだ。あ、はい、そうだ、ありえますね、はい、あるんだ。だから、はい、ありえます、ありえま す,、ね、ます、はい、全然あるわ、はい、そうだそうだ、はい、全然ありえます。はい、そっか、トレードって、まあ、相手球団と選手選手の中で金銭でもありなわけですね。ああ、で、まあ、キャッチャーなわけじゃないですか、うんうん、でそのまあ、実績はね、もう日本ハムで、はい、もう折り紙付きですし。いや、そうですね。だから確かにキャッチャーって本当にちょっと薄くなる球団って一気に薄くなっちゃったりするので、そうなったところにポンって入るから、バックアップとか、はい、そういうのも含めて、うん、もう今の中日でいるともうこのまま本当に余生を過ごしていく感じになるんで、うん、はい、まあ、地元岐阜なんでね、あれですけど、はいはい、思い切って、はい、もうワンチャン活躍できるようにトレードでもキャッチャーだし、はい、まあ、チャンスはあるんじゃないのかなっていう。いや、ただですよ、郡司選手が、まあまあ、今年からもしかしたらもうすぐスタメン正捕手になる可能性もあるじゃないですか、はいはいはい、そこがもしでも郡司選手がでもまだダメだな、もうちょっと育てようってなったとしたら、大野選手の出番だったりしないですか。そうですね、うん、でも結局何かあった時のために置いとかれるって、はい、選手の立場からすると、まあ、球団としてはね、はい、いいですけど、選手の立場からすると、うん、って感じじゃないですか。まあそうですね、自分が一番で出られるところがあるのならばそっち行きたいですよね。それか、はい、どの上とかも迷ったんですけど、おお、そう、そこに、はい、でも結構出てるんでね、はい、あの今ドラゴンズファンの
ファンの人が大きくざわった、はい、そうそこ行くかみたいな、大きくざわついたんですけど、はい、うんうん、まあ、石川選手をドラフト1位で取ったんで、はい、うん、その石川選手も育てていかなきゃいけないし、はい、うん、でまあ、内野でいうとあの高橋、京田、はい、セカンド阿部がいて、うん、で石川が未来に向けてくる、はい、で根尾は内野なのか外野なのか問題もある、まあ、根尾選手も頑張ってほしいな、はい、で福田がアルモンテがもし出たら、はい、まあ、あぶれる、うん、層も厚くなってきた、はい、もちろん堂上去年も試合数多いし出てるから、はい、98出てますからね、はい、だからまあもちろん、うん、ドラゴンズにとったら大事な選手、はい、何かあった時のバックアップとしては必要、はい、いやもう絶対必要だと思いますよね、はい、でも本人からしたら、はい、レギュラーとして出るために、はい、ワンチャントレードしてレギュラーありやな、はい、どうです。ああ、なるほど、まあ、本当にもう即戦力として使いますよっていう、そうです、そうです、だからちょっと大型トレードって感じですよね、はい、そう、超大型になりますよね、そうそうそう、でも、うん、まあね、地元だからね、あれもあるんですけど、はい、っていうのもあって、まあでもそっか、そうじゃやっぱり出さへんかな、うん、じゃあオードみたいな、なるほどなるほど、それは苦しい胸の内があったっすね、はい、ああどうしよう、どっちにしようっていうところで、でもワンチャンレギュラーとして出れるチームあるんちゃうかっていうね、うところもあったっすけど、はい、でもまあ何かあった時のバックアップでも絶対必要やしな、いるな、出されへんな、まあ、そういうね、はい、佐藤さんも勝手にやってますけど、はい、意外とこう苦しく、そうそう、いろいろ考えてるんですよ、はい、そのこっちはこっちでね、そうですね、はい、好き勝手言ってるに見えて好き勝手は言ってないんですよ、はい、いやでも最初にこのトレードする選手発表するって言われた時に、はい、なんかちょっと寂しいなと思いましたけど、はい、こうやってなんかいろいろ考えながら見てるとちょっとなんか楽しくなってくるから選手してるんですけど、はい、僕は選手目線になってチーム変わったらレギュラーできるんちゃうかっていう選手をピックアップしてるつもりなんで、なんか逆にワクワクしてきました、はい、こっちもし行ったら活躍もっとできるんじゃないかと思うと、そうですそうですそうです、ワクワクしてきました、はい、だからそういう目で見てもらうとより楽しめる動画になってくると思うんで、はい、今見て、はい、あ、確かにそうかもしれん、うん、って気づいた人いると思うんですよ、はい、もう一回最初から見直してもらっていいですか、私だいぶちょっと熱くなかったんですよ、その気分になってからもう一回最初から見てもらうと、はい、だからロッテ、DeNA から、はい、もう一回見てもらうとう、ね、ちょっと違う目で見えるかもわからないんで、はい、そうですね、はい、じゃあもう一回ちょっと最初からお願いします、はい、はい